玉木を信じ先へと進んだ俺たちやったが、コンクリに入り込んでいる極道から奇襲を受けてしもうた。イレイザーをかばった俺とレッドライオットは別の部屋に飛ばされて分断されてもうたんや。俺は思うんだ、喧嘩に銃や刃物を盗み立って、その身に宿した力だけで殺し合うのがいいんだ。わかるかな？レッドライオットのダメージも相当。やっぱやるしかないな。下手すりゃ死ぬが。お前の腕が上がらんくなるのと、俺が耐えきれんくなるの、どっちが先か。矛と盾、どっちが強いか。勝負してみようや。お前、いいデブだな。俺の死亡でもここまでの衝撃が来るとは、まるで弾丸のような連打。割れた。いて、受けきれなかった。アンブレイカブル徳だ。心まで折れたらほんまに負けや。こんな三下とっととぶっ飛ばしてみんなのとこに戻るぞ。楽しくなってきたな、おい。俺は殺し合えれば何でもいい。がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。